演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら。はい、実はこちら、下町バウムクーヘンというお店のバウムクーヘンを食べたいと思います。あ、大きいな。1つ 500g あります。こちらが多分標準のバニラ、こちらがメープル、こちらがチョコレートです。どんな感じだろう。ちょっと並べてみると圧巻です。で、こちらが下町バウムクーヘンのお店の解説書です。なんかこういろいろアレンジも書いてあるのですが、やっぱりこのまま行きたいですね。でも袋開けたらその日中に食べてくださいねって書いてあるので、開けて万が一残ってしまったら大変なことになりますね。今回は一つ一つ開けて食べていきたいと思います。ではこれ、まずはシンプルなバニラから。こんな感じですね。うわ、いい香りがする。それでは、はい、断面はこんな感じです。ではいただきます。こんなに大きいのに生地はしっとり、チョコも蜂蜜も濃厚でとっても美味しい。あ、蜂蜜だからメープルだ。そしてこの量もう本当に満足できますが、やっぱりちょっときついかもしれないですね。やっぱりみんなで分け合うものなのかな、これ。でも一人で食べちゃいます。結構くるなあ。でもしっとりだから飲み物なしでもいけますね、これ。チャンネル登録よろしくお願いします。本当に生地がしっとりしていて、口に入れた瞬間にあっバウムクーヘンとは言われるパサパサした食感が一切なかったです。なので最後までしっとりとした食感を堪能することができました。そして噛むと生地の中に使われている素材の甘さが口の中に広がってきて、とっても美味しかったです。最初のプレーンからしてもう本当に美味しかったですね。このアレンジのしやすいということも考えて、自分は今回の中でプレーンが一番気に入りましたので、こちらの点数とさせていただきます。まあアレンジはしてないんですけどね。でチョコの方はそれに加えてチョコの風味が口の中に広がってきて、メープルの方はちょっとメープルはちょっと弱いかなと思ったのですが、食べ進めていくとだん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 メープルシロップの甘さが口の中に広がっていて、フレーバー付きももちろん美味しかったのですが、アレンジの仕方ということしやすさということを考えるとプレーンが一番かなと思いました。なのでいろいろアレンジして楽しみたい方にはプレーンをおすすめしますね。もちろんフレーバーが好きな方はフレーバーの方もおすすめですよ。はい、というわけで下町バウムクーヘンとっても美味しかったです。こんなバウムクーヘンがたっぷり食べられるなんていうのなかなかないので、本当に今回食べられてよかったです。それでひまわりや私と共に太陽へ、ひまわりの花と一緒に太陽の方を向いていきたいですね。まあ接近しすぎると焼かれてしまいますが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ動画を拡散していただけると、他の動画も見ていただけると嬉しいです。 MAM パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。